ヨタスマートセンターからの情報によりますと、僕は 100% 充電完了しています。電力は全て太陽光発電から供給されました。現在の車内は31度です。プレ空調しますか？車内を26度に設定、それから渋滞を回避した会社までの最速ルートを頼む。車内26度で空調システム作動します。現在品川インター付近が4キロの渋滞となっており、豊田様が通過する頃には7キロほどの渋滞が予想されますので、国道1号線首都高速ルートをご案内いたします。プリ君、マイディーラー担当ディーラーの東西トヨタ品川店へおつなぎします。お電話ありがとうございます。豊田様でいらっしゃいますね。本日は1万5000キロ点検のご予約の件でよろしいでしょうか？はい、そうです。土曜日の3時頃はどうかな？土曜日の3時ですね。かしこまりました。ダイヤグ情報によりますと、車両システムには特に問題ありませんが、空気圧は確認した方が良さそうですね。ではお願いします。オートデリバリーモード、ご注意くださいませ。予約ナンバー018のお客様、どうぞ。お帰りなさい、カムリ様。ご利用はご自宅までですね。そうだよ、マイエージェント。予定ルート上に渋滞はありません。いつものコンビニエンスストアに寄りますか？そうするか。到着予定時間に合わせて部屋のエアコンをオンにします。ありがとう。どうぞ。せいやくん、まもなく合流。やったもう先行っちゃうんだもん。ごめん。ハーモリリースしよう。あ、そっか。オートリターンモード、ご注意くださいませ。今日はそろそろ帰るかな。マイエージェント、今から帰るよ。了解しました。1階のステーションにハーモを待機させます。予約ナンバー902。ありがとう。Connected. My agent, 今から帰るよ。動画とは少し声が違いますが、豊田自動車の友山でございます。本日はコネクティッド戦略説明会にお越しいただきまして本当にありがとうございます。IoT の進展によりまして。車もネットワークにつながり、さまざまなサービスを享受するようになってきています。一方、コネクティッドカーの普及というのは、ライドシェア、カーシェアのように、車の使い方にも大きな変化を及ぼしつつあります。また、車から収集されるビッグデータが、新たなサービスやビジネスを創出する可能性があり、その情報インフラを含むつながるプラットフォームは、我々自動車メーカーにとって、重要なビジネス基盤となりつつあります。トヨタは2002年に DCM という車載通信機を実用化しまして、以降レクサスに標準搭載、北米、中国に展開するなど、コネクティッドカーの展開には早くから着手してまいりました。2011年にはその基盤となるトヨタスマートセンター、クラウドセンターを構築いたしました。
例えばレクサス G リンクではエアバッグ連動の緊急通報サービス、ナビ地図データの自動更新、オペレーターサービスなどに加え、車から収集されるビッグデータからトヨタ独自の T プローブ交通情報を生成し、渋滞を回避するルートを案内したり、ルート上の事故や渋滞を事前に通知する先読み情報サービスなど、トヨタオリジナルのサービスを提供しております。これはですね、JD パワーによる日本ナビゲーションシステム顧客満足度調査の結果です。ラグジュアリーブランドではレクサスが1位、量販ブランドではトヨタが1位となっています。レクサスは満足度が突出して高いことがお分かりいただけるかと思います。実は5年連続でこういう評価をいただいております。これには DCM を標準搭載した地図データの自動更新、オペレーターサービスなど、我々独自のコネクティッドサービスが少なからず寄与しているものと考えられます。この先2020年に向けて本格的なコネクティッドカー時代を迎えるにあたりまして、トヨタは本年4月にコネクティッドカンパニーを設立いたしました。これまで戦略企画、車載機開発、インフラ開発などバラバラに存在して担当役員も分かれていたものを一つに集約し、シンプルかつ迅速な意思決定を可能といたしました。またプレジデントである私の配下にコーポレートの IT 本部や事業開発本部も統合し、コネクティッド商品の開発からビジネスイノベーション、そして新規事業の確立まで一貫した事業戦略推進を可能といたしました。このカンパニーのミッションというのは、コネクティッドで車の新しい魅力、新価値を創造すること、それもお客様の期待を超えたスピードとフットワークで、それが生み出すバリューチェーンを拡大し、モビリティ社会の発展に寄与することでございます。そして、新たなる創業と自動車ビジネスの変革を目指したいと考えております。カンパニーの戦略は3つの矢からなります。まず第1の矢、すべての車をコネクティッド化し、その情報基盤であるつながるプラットフォーム、これを完成させること。第2の矢、このプラットフォームを基盤にビッグデータの活用を推進し、お客様や社会に貢献するとともに、トヨタ自身のビジネス変革を推進する。そして第3の矢は、同じくこのプラットフォームを基盤に、あらゆる異業種、IT 企業と連携し、新たなモビリティサービスを創出することでございます。まず第1の矢、全車両のコネクティッド化のキーとなるのが、DCM の標準搭載でございます。トヨタは DCM を2019年までにグローバルで共通化し、2020年までに日米市場で販売されるほとんどすべての乗用車に搭載、その他の主要市場においても順次搭載を進めていくことをすでに発表させていただきました。これに先立ち、 DCM とセンター間の通信において、車両の位置情報から国地域ごとに選定した通信事業者へ自動接続し、通信状態の監視を統合的に行うグローバル通信プラットフォームの構築を KDDI 様と進めております。さらにマイクロソフト社と共同で、車から収集されるビッグデータの集約と活用を図るための新会社、トヨタコネクティッドを北米に設立いたしました。新会社は TBDC、トヨタビッグデータセンターの運用と、ビッグデータを活用するための研究開発を行います。すでに先に設立された人工知能の研究機関であるTRI とも密接に連携を始めています。一方、次世代車載 OS においては、膨大な開発費への対応、普及の促進を図る、
こういう目的で他の OEM と積極的に協調していくことが重要と考えています。トヨタは AGL オートモーティブグレードリナックスの採用を決定し、同コンソーシアムと連携して開発を進めています。またスマートフォンを車のインターフェースで操作する、いわゆるスマホ連携についても、トヨタは米国フォード社が提唱するオープンソースである SDL スマートデバイスリンクを採用する計画です。 SDL に準拠したスマホアプリは車載インターフェースから安全に操作することが可能です。次に第2の矢、ビッグデータによる新価値創造とビジネス変革ですが、現在トヨタはビッグデータ交通情報サービスをすでに実用化しております。例えばこれはですね、今ですね、この瞬間に皇居周辺5キロ四方を走行中の DCM 搭載のコネクティッドカーです。赤は停車中、青が濃くなるほど速く走っています。動いているの分かりますか。右下の円グラフには、この範囲の速度分布が即座に計算され、リアルタイムに表示されています。20キロ四方にズームアウトしてみます。右下に時刻別の速度分布グラフを出しますが、この範囲に約4000台のコネクティッドカーが走っています。地図を移動しますと、このように表示も更新されていきます。交通情報として表すと、このようになります。トヨタスマートセンターには、全国のコネクティッドカーから情報が時々刻々と集まっております。つまりトヨタは日本全国をカバーするリアルタイム交通情報センターであると言っても過言ではないと思います。ここから得られた解析結果が、震災の際に通行可能道路を見分けるなど救援活動に大きく貢献いたしました。次に、これはですね、10月20日の札幌市内のコネクティッドカーの走行軌跡です。これを処理していきますと、こういう赤い線が出てきます。何を意味するのかお分かりになりますか。ちなみに10月20日はですね、札幌は初雪でした。実はこれはですね、凍結している道路を表しています。なんで凍結しているか分かるのか。ここを通る車両の外気温センサーと ABS の作動、その際の速度変化からスリップの恐れありと判断して、ここを通る後続のコネクティッドカーに注意を促しています。このようにすでに実用化中のサービスに加えて、トヨタ社内や販売店でのデータ活用にも着手しています。例えば社内の設計や品質管理部署に走行データをフィードバックすることにより、市場不具合の早期発見、早期対応を促進したり、もっと良い車作りへの活用を始めています。またビッグデータから個々の車の故障や整備の必要性を予知して販売店への入庫を促す、車両データを車の警告灯が点灯した際はセンターで診断して適切なサポートを行う e ケアサービスと言ってますが、そういうサービスも始まろうとしています。将来に向けては、車載カメラの画像を収集し、車線ごとの混雑状況や障害物のありなしなどを含むダイナミックマップを生成して、より高度な運転支援サービスを行うという研究にも着手しております。一方、コックピットでは、冒頭のビデオにございましたように、ビッグデータからお客様のことを十分に理解した人工知能のエージェントがドライバーに常に寄り添い、安全で快適なドライブをサポートするという開発にも着手をしています。第3の矢である、魅力的なモビリティサービスを創出するということでございますが、ここでキーとなるのがモビリティサービスプラットフォームでございます。これまで述べたように、すべてのトヨタレクサス車はコネクティッドカーはトヨタスマートセンターにつながり、安心安全サービスや運転支援サービスを提供されています。
また OTA と呼ぶ無線通信による車載ソフトの自動更新も行われる計画です。一方、トヨタスマートセンターはデータを蓄積するトヨタビッグデータセンターを有し、さらにトヨタファイナンシャルサービスの金融決済センターともつながっています。そしてその最上位に構築されるのが MSPF モビリティサービスプラットフォームでございます。トヨタはこの MSPF を介してあらゆる企業サービスとオープンに提携して新たなモビリティ社会の創造に貢献してまいりたいと考えています。まあ、言い換えるとトヨタはモビリティサービスプラットフォーマーとして新たなる成長戦略を描いていきたいと考えています。その第一歩としてまず着手したのが北米における TIMS トヨタインシュアランスマネジメントソリューション USA です。北米において走行距離と連動する、いや運転挙動と連動するテレマティクスの保険というのは年々増大しておりまして、将来は自動車保険市場の 40% に達すると言われています。 TIMS は複数の保険会社に対してテレマティクス保険に必要なソリューションを提供するビジネスユニットです。具体的にはトヨタビッグデータセンターに収集された車両のビッグデータから契約者の運転挙動をスコア化し、それを提携保険会社に提供します。これによりどの保険会社においてもトヨタレクサス社のテレマティクス保険が容易に商品化されることになります。次に我々が注目しているのは北米におけるライドシェアの普及です。トヨタとトヨタファイナンシャルサービスはお客様にお車をリースし、お客様がライドシェアのドライバーとして得た収入から月々のリース料金をお支払いいただくフレキシブルリースプログラムを開発いたしました。北米においてはライドシェアと同じく個人間のカーシェアも伸長しておりまして、個人のカーシェア会員というのは2020年には1000万人に達すると言われています。安心で便利なカーシェアを実現する上で課題となるのがキーの受け渡しです。従来のカーシェアではキー自体をコンソールボックスの中に入れて受け渡す、また特殊な通信装置を車のCANに接続して制御する、まあ、こういう方式が行われていますが、前者はキーを持ち去られる、後者は外部からのハッキングが憂慮されます。またいずれも車両の改造が必要となりまして、コスト面や車両の品質保証上にも問題があります。トヨタはこの度カーシェア事業者向けに安全かつセキュアなキーの受け渡しを実現するSKB スマートキーボックスを開発いたしました。この SKB を車内に置くだけで何ら改造なく安全にスマートフォンによるドアロックの開閉、エンジンの始動が可能になります。その仕組みはトヨタスマートセンターから SKB にアクセスする暗号キーを顧客のスマートフォンに送信し、そのスマートフォンを車に近づけると SKB が反応して暗号キーが認証されます。するとそのスマートフォンから車のキー操作が可能になるという仕組みでございます。この SKB を適用したパイロットサービスを来年1月に北米のゲットアランダ社と共同で立ち上げます。このベンチャー会社は北米の主要都市を中心に個人間のカーシェアサービスを運営しておりまして、今回の提携を機に未来創生ファンドより出資をいたしました。この協業においてもトヨタファイナンシャルサービスからお客様にお車をリースし、お客様がカーシェアで得た収入から月々のリース料を回収するというリースプログラムが提供されます。なお日本国内におきましては法人向けにトヨタレンタリース、またカーシェア、カーレンタ業者と協業を検討しているということでございます。また日本国内においてはトヨタは公共交通機関であるタクシーをより便利に効率的に利用いただけるようタクシー事業者とも密接に連携をしていきます。具体的にはより効率的な配車や将来のタクシー向けの高度運転支援サービスも視野に、一般社団法人
東京ハイヤータクシー協会と共同で東京都内500台の車両に通信型のドライブレコーダートランスログを搭載しまして、実際の走行画像や車両データの収集を行います。このビッグデータはタクシー事業者向けの新サービスの開発や次世代タクシーの開発に活用する計画です。さてここまでトヨタのコネクティッド戦略の概要について述べてまいりましたが、これによりですね、新プリウス PHV のコネクティッドサービスについてご紹介したいと思います。新プリウス PHV にはほとんどすべてのグレードに DCM が標準搭載され、3年間無償でご利用いただけます。いわばトヨタのコネクティッド戦略の先陣となる車と言えると思います。例えばお客様はスマートフォンから車にアクセスして車の準備状態を確認したり、エアコンを操作して乗車前に車内を冷やしたり温めることができます。中でもビッグデータを駆使した eKeyサービスは IoT 時代にふさわしい安心サービスでございます。例えば車の警告灯が点灯すると、即座にトヨタスマートセンターにおいてその車両データの解析が行われ、異常要因の特定とこれ以降の走行可否判断、また適切なアドバイスの生成が自動的に行われます。その診断データは担当販売店のサービスアドバイザーやセンターのオペレーターにも提供され、リアルタイムにお客様をサポートするという仕組みです。また警告灯表示に至らなくても車両のビッグデータの解析からお客様の車のトラブルが予知される場合はメールでお知らせしたり、点検入庫を促すサービスも行う予定です。 eKeyサービスは24時間365日いつでもどこでもお客様に安心してお車をご利用いただきたいという私どもの気持ちを形にしたものでございます。モビリティサービスプラットフォームによるライドシェア、カーシェア事業者との提携、またビッグデータを駆使した eKeyサービスが示唆するように、トヨタのコネクティッドは新たな時代を迎えることになりました。コネクティッドでトヨタは年間数百万台の車を作っている会社ではなく、数百万の顧客や社会との接点を毎年毎年世界中に創出している会社になる。その先に安心便利で心ときめく未来のモビリティ社会を創出したいと考えております。ものづくり日本のためにも、 IoT 時代の新しい製造業の在り方を我々自身がですね、切り開いていかなければならないと考えています。本日ご出席の皆さんにはどうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。